少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんを迎えてお送りします。新藤さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードは、コンサドーレ札幌対東京ヴェルディ1969。コンサドーレの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはコンサドーレ札幌、バンド、ウィル、山瀬、田淵、アウミール、野々村、ビジュ、森、夏田、大森、佐藤。続いて東京ヴェルディ1969、菊池新吉、米山、中澤、広永、西田、林健太郎、山田、三浦、北沢、永井、小倉。キックオフの笛です。画面に向かって右にエンドを取った東京ヴェルディ1969、反対側左にエンドを取ったコンサドーレ札幌。バンド、三浦、センタリング、来たぞ。ポストに弾かれた。長井、山田、走り込んできた。ああ、ドリブル。さあ、どちらがボールを支配するのか。中澤、類いまれなキープ力。ウィール、菊池新吉。イエローカード。クレバーなプレーを心がけてほしいですね。野々村、果敢にスライディング。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0-0、両チーム無得点。さあ、新藤さん、ここまでの
後半開始の笛です。西田、コーナーキックになります。シュート、東京ヴェルディ1969。なかなかゴールを割れません。後半10分が経過しました。三浦、スローイン、広永、これはピンチ、スローイン、放り込んできた。ハイボールを競り合う。シュート、シュート、菊池慎吉、リザーブのプレイヤー出そうですよ。山田、アウミー、後半30分経過。あくまでも勝利への気概を堅持します。スローイン、ここで折り返す、広永、ここでシュート、長い、インターセプトを狙う、両者無得点のまま試合終了です。コンサドーレ札幌、ゴールを決めることができませんでした。引き分けです。さて、新藤さんに試合を振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかった。you